矢作建設工業株式会社は、愛知県名古屋市東区に本社を置く東商一部上場の総合建設会社である。略称は、矢作建設。1949年5月創業。東海地方を中心に事業展開しているゼネコン。マンション建設や名古屋鉄道の軌道、高架化、駅舎などの鉄道関連工事を得意とする。また、 建設事業だけでなく、不動産事業も注力しており、子会社の矢作辞書において、東海地方を中心に分譲マンションブランド、バンベールシリーズの展開や、リソラオフやソラトオー川などの商業施設の開発なども行っている。また、防災減災分野にも強く、耐震補強工法のピタコラムやセスレットに加えジアマ補強度工法のパムウォールなどの独自技術を複数保有している。 2007年から2012年頃にかけては、ピタコラムを中心とする耐震補強が事業の主力となっていたが、耐震補強市場の縮小に伴い2013年頃からは、本業である土木、建築工事での拡大に注力し、建築工事では大型の物流施設や商業施設、土木工事では公共工事への取り組みを強化している。近年の実績としては、東海、 北陸エリア最大規模となる物流施設 DPL 名工屋富をはじめ池は長くて新東名高速道路新岩田スマートインターチェンジ工事新東名高速道路五殿場インターチェンジ工事などがあるまた不動産事業でも静岡県岩田市で工業団地を開発するなど不動産開発も強化している2020年度の売上高は 過去最高の1066億円、営業利益は73億円、営業利益率6.9%と業界内でも高水準を維持しており高い収益力を持っている。なお、営業利益及び、経常利益は2013年度から2019年度まで7期連続で過去最高を更新している。ありがとうございます。